ウォーレン・マイナー・クリストファーはアメリカ合衆国の政治家。カリフォルニア大学ロサンゼルス校政治学部、客員教授。1925年10月27日にノースダコタ州スクラントンに誕生した。ハリウッド高校を卒業し、レッドランズ大学へ進学した。クリストファーは地元の友愛会、カッパ・シグマ・シグマに参加した。1945年2月に、 南カリフォルニア大学の学部課程を優等で修了した。クリストファーは1943年7月から1946年9月までアメリカ海軍予備役部隊に所属し、将位として太平洋戦域で現役任務に従事した。クリストファーは1946年から1949年までスタンフォード法科大学院に所属し、 スタンフォード法律評論誌を創刊した。1949年に法学志望を取得し、優秀法学政界に加入した。リンドン・ジョンソン政権で司法副長官となり、ジミー・カーター政権で国務副長官を経て1993年からビル・クリントン政権で国務長官を務めた。ジミー・カーター大統領の時代には、米中国交正常化。 ビル・クリントン大統領の時代には、ボスニア問題などに取り組んだ。1993年には、世界人権会議に出席して、人権の抑圧の隠れ身のとしての文化相対主義を批判した。2011年3月18日に、腎臓癌と膀胱癌の合併症のため、カリフォルニア州ロサンゼルスの自宅で亡くなった。85歳であった。 ありがとうございます。